数年前から日本の各地でファールンゴン学習者によるパレードが行われています6月15日浅草でのパレードでも中国人旅行客や日本人にファールンゴンの迫害の真相を伝えていましたファールンゴン学習者に対する臓器狩りは決して中国人だけの問題ではありませんそこで数多くの日本人も中国から来た観光客に真相を伝えています 中国ではなかなかこの真相を知る機会がないものですから、中国共産党に騙されている状態です、そういう人たちにたくさん真相を伝えて、ファルンコンの真実を、ファルンコンの素晴らしいということを分かっていただくということが、今日のパレードの主な目的だと思います生きているファールンコンの学習者から臓器が奪われ、密売されている事実を前にして、日本人はショックを隠せません。 臓器を取られたりするっていうのは許せないことだなと思います。いろいろ活動をなさるっていうのが世界各国で広げていこうとまた大変だと思うんですけど、あのまあ知ってもらうっていう意味でであの頑張ってほしいなって思います。より多くの市民に真相を知ってもらうため、このような活動を続けたいとパールンゴン学習者は語りました。新東人テレビがお伝えしました。